はい。というわけで、えー、普段はね、坂道グループの動画は東京組のね、 ミッキーさんとなんちゃんが、えー、撮影しておりますけども、まあ、今回はね、だいぶキンキンの話で、スケジュール的にも自分が撮った方が良さそうだなということで、えー、今回ね、えー、撮影しておりますけども。というわけでですね、先日発表があったんですけども、日向坂464期生のね、竹内輝星さんが番組の収録中に怪我をしたということでございます。あのー、おそらく動画が上がっている今日、 は影山優香さんの卒業セレモニーがあるんですけどもまあ、そちらはね欠席そして、えー、7月23日にあるミイグリこちらも欠席するということでございますというわけでですねまず詳しい詳細見ていこうかなという風うに思いますはいというわけで、えー、こちらまずね日向坂になりましょうの公式ツイッターの方に来ておりますけども、えー、番組収録中の事故についてということで平素はレミノを ごご利用いいただき誠にありがとうございますこの度、レミノで配信しております番組の収録中、出演者の方が怪我をされるという事態が発生いたしました。このような事態を生じさせたことを深くお詫び申し上げます。ということで、概要、現在配信中の日向坂になりましょうの収録中、出演者の日向坂464期生の竹内キラリさんが犬を散歩させるシーンの最中、 えー、ルートを外れた犬を元に戻すため、あやそうと顔を近づけた際に犬に噛みつかれ、目の下、口元、中指の3箇所を負傷いたしました。病院での処置後、えー、当日中に帰宅し、今後は通院にて治療を継続予定です。 今回の事故により、竹内らりさん並びに関係各所、お客様にも多大なご心配とご迷惑をおかけする事態を生じさせたことを心からお詫び申し上げます。えー、竹内らりさんの一日も早い回復をお祈りすると,とともに、本件を厳粛に受け止め、番組収録にあたっては、一層安全対策に、えー、万全を期す所存です。ということで、えー、なおかつ日向坂になりましょうの配信につきましては、本件を厳粛に受け止め 受け止めつつ、えー、日向坂46所属事務所と協議し、今まで以上の安全対策を施した上で配信を継続させていただきますということでございます。さあ、そしてこちらが、えー、日向坂46公式ホームページですね。えー、4期生竹内らり撮影中の事故についてということで、先ほどレミの公式サイトにて発表がございました通り、日向坂になりましょう撮影中にアクシデントが発生し、4期生の竹内らりが負傷いたしました。病院での 後当日、父帰宅し今後は通院にて治療を継続予定です。症状は安定しておりますが治療を優先するため竹内キラリは7月19日水曜日開催の影山優香卒業セレモニー23日開催のワンチョイス発売記念リアルミートグリートを欠席させていただきます。活動の再開につきましては医師本人と相談の上目メドが立ちましたらご案内いたします。何卒ご理解のほどよろしく申し上げますということでございます。 ということで、うーん、どうなんだろうね。あの、顔の怪我っていうところで、犬に顔を近づけてしまって、もしかしたらね、こう、目が合っちゃったのかなっていう感じですよね。まあ、それで、こう、口元、あとは目の下、あとは中指ですか。えー、怪我をしたという感じですけども。いやー、これ、目の下と口元は大丈夫ですかね。まあ、アイドルっていうのもありますけども、 女性ですしね。まあ、顔に傷残らないといいですけどね。まあ一応、あの、通院で治療するっていう話なので、どこまでの怪我なのかっていうところがまだ見えてないのは現状ではありますけども、すぐに復帰するっていう感じはなさそうなので、もしかしたらちょっとでっかい、えー、傷になっちゃってるのかなっていうところですよね。うーん、これはちょっと心配ですよね。 まあ自分も昔犬はね、あのトラウマがありましてですね、結構苦手なんですよね。もともとちっちゃい頃はですね、あの家でも犬飼ってたんですけど、結構その小型犬ぐらいだったらまだいいんですけど、大型犬とかはちょっとやっぱ怖いっていうのがあるんですよね。というのも、今はあんまりないかもしれないですけど、自分がまだ小学生ぐらいの時って、 まだあの、野犬とかがいたんですよ、普通に。で、自分がね、こう、小学校の時、公園で近所の子供たちと一緒に遊んでる時にですね、あの、野犬に、こう、公園の中を追いかけ回されたことがありまして、まあ、それでね、結構、 結構怖い思い思したんですよね、まあ、その時はね、あの公園というのもあって、大きい滑り台があったりとかして、そこにこう登って名を逃れたんですけど、いやー、それくらいでもね、こう自分が小学生ぐらいの記憶ですけど、まだ結構記憶に残るぐらいの、えー、怖い思い出というかね、トラウマっていう感じなんですけど、そういうのもあったりするんで、これがきっかけで、こうね、竹内さんも、 犬に対してのトラウマとかにならないでいいかなっていうふうに思いますけどね。こういうね、あの、ハプニング事故はね、あの、しっかりこう配慮して撮影とかしてても、まあ、怒ってしまうことっていうのは結構あると思うんですけどね。まあ、ただ実際にこう、噛まれたりして、しかもそれが顔だったらって思うとね、ちょっと考えるだけでも、 うわー怖いなっていうふうにはなっちゃうというかね、後に残る傷になってないよ、ないといいよねっていうところと、まあ、トラウマになってないといいなっていうところではありますけどね。あの、活動再開に関してはね、お医者さんと、あとは本人のね、相談の上で目処が立ったらっていう話ですけども、まあ、ファンとしてはね、あの、また元気に活動してくれればっていう感じですよね。うん、もうそれしかないかなっていうふうに思うんですけども。 はい。まあ、ということでね、影山由香さんの、あの、卒業セレモニー参加はできないという話ですけど、まあ、出れないのはね、ちょっと残念ではありますけどね、しっかり直して帰ってきてほしいなっていうところですね。はい。まあ、あの、影山由香さんのね、卒業セレモニー自体についてもね、あの、後日東京組の方で振り返りみたいな撮影もあるかなっていうふうに思うんで、まあ、そちらもね、ぜひチャンネル登録していただいてえ、動画お待ちいただければいいなというふうに思います。 はい。というわけで、えー、ちょっとね、心配な、えー、ニュースではありましたけども、まあ、ファンとしては待つしかないよねっていうところではあるのでね、まあ、今後も、えー、注目して見守っていきたいなというふうに思います。というわけで、えー、皆さんもね、どんなふうに感じたのか、ぜひコメントの方で教えていただければというふうに思います。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。